皆さんこんばんは、ご無沙汰しております。こんばんは、6月19日、6月20日、6月20日は金曜日で、ちょうど福島の希望の牧場の吉澤さんがここで牛を連れてスピーチをされた日、私は骨髄バンクである病院に入院しており、動画で見ておりました。よくツイッター等でお前は本当に骨髄バンクにで骨髄を提供したのかとクレームが来るものですから、今日その証明書持ってまいりましたし、持ってある下は病院名が書いてあるんで、それはあれなんで、はい。そしてここにオープンはしませんが、そのレシピエントを受けていただいた患者さんからお礼のメッセージもいただいております。命関わる問題、私は今日真夏ですが、わざとマスクをしております。これはなぜか、まず一つ、福島第一原子力発電所で働いていらっしゃる収束作業員の方々のマスクだけではなく、ハイベックス等で熱い思いをされている方々、そしてエボラ出血熱で西アフリカ等に行っている国境なし医師団、あるいは看護師団の方々のあのご苦労、そしてガザ地区に もしくはイスラエル国内、怪我人のためにマスクをしながら暑い中を走り回っているお医者さん、あるいは看護師さんのことを思い、当然放射性物質を吸い込みたくないという部分はあるんですが、そういった祈り、怒り、すべてを込めマスクをし始めました。さて、今日仕事を都合つけ数週間ずっと来れなかったんですけども、来た理由2つございます。まず1つ目、先ほどの方々も安倍晋三のゴルフ、この夏休みのゴルフ問題にしておりましたが、先の月曜日、月曜定例会、関西電力、中部電力、そして中部電力がある日本プレスセンタービルに対して、マスコミに対して抗議をしたんですが、安倍晋三、のこのこと静岡、山梨等で秘書で、夏の暑いこの暑さを避けるのであれば、我がふるさと福島に来なさい。そうだ。そしてゴルフ場、全国の皆さん、霞ヶ関にお勤めの小金を持ったゴルフが大好きなお父さんお母さんたち、考えてみてください。ゴルフ場の稼働率、この夜、今10時を過ぎ、9時を過ぎ、21時を過ぎ、10時にやらんとするこの時間帯、ゴルフをするプレイヤーはいるでしょうか。いないよ。いませんよね。ということは、1日の3分の1しかゴルフ場は稼働していないんです。ということは、日本ある地域の3分の1のゴルフ場に集約してしまい、24時間365日年中無休にすれば、日本のゴルフプレイヤーを満足させるために、満足させるゴルフ場は確保できる。つまり静岡もしくは滋賀奈良よりも西側のゴルフ場を、福島の子どもたち、福島の被爆する方々、もしくは宮城、栃木、茨城、そして千葉、埼玉のホットスポットと言われる子どもたちのために、ゴルフ場を宅地として提供してください。そして福島を中心とした高汚染地域のゴルフ場、福島第一原子力発電所の周囲を凍土壁で凍らすことができなければ、ゴルフ場の土の下にヒーターを引き、雪を溶かし凍らないようにすることはできます。なぜなら、うちの田舎の岳温泉の温泉神社のあの坂道はヒーターが引かれ、雪が溶けるような、そういった仕組みになっています。つまりゴルフ場の芝生にヒーターを引くことにより、また東京電力、東北電力、あるいは中部電力、関西電力がどんどん電気を使ってほしいということであれば、福島のゴルフ場にナイター設備を整え、24時間プレーできるようにしようじゃありませんか。福島応援というのであれば、
霞ヶ関の高給をもらっている官僚の皆さん、そして一流企業の接待で使うゴルフのやる経営者の皆さん、お願いします。福島をはじめとする高線量被爆地域のゴルフ場で24時間お迎えしますから、ゴルフプレーをしてください。それがどれほど福島の経済になるか。所詮ゴルフ場は年間稼働率は3分の1です。そうです。だから3分の2の全国のゴルフ場を宅地に変え、福島の人たち、もしくは被爆に悩む方々の住宅に変えることは物理的論理的に可能なはずです。実行してください。そして今日もう一つだけ、糸井重里さん、お願いします。福島の立派な15個の桃を持って、福島の桃をまとめ買いできるんだよというようなツイッターは載せないでいただけませんか。私は和平、平和、そして心の安定、安寧、そういったものは何で使われるか。それは強者が弱者に対して許容することだと思います。つまり強き者が優しい者に手を差し伸べる。あなたはコピーライターとして著名人だからこそ、あなたの一言はものすごく責任が重く、重要かつ拡散力もある。福島は残念ながら栃木県の、名前を忘れてしまいましたが、塩谷町、あんなところに最終処分場を作るのではなく、双葉、大熊、浪江、ああいったところに最終処分場を作らなければいけないんです。ある方は福島全土に最終処分場を作ったって保管しきれないんだから全国に拡散すべきだ、そういう意見もありますが、所詮30年後に浪江に戻れますよ、失礼、大熊に戻れますよ、双葉に戻れますよなんて甘い言葉言ったって実際は戻れないんですよ。であるならば、私が各駅前で凱旋しているように、どうせ戻れない福島の土地であるならば、東京の都民の皆さん、あるいは神奈川、埼玉の皆さん、あなた方がトイレで流したうんことトイレットペーパー、この汚泥と言われるものが焼却され、灰となり高濃度化され、今処分に困っている。どこに持って行っていいかわからない。堂々と福島に預かってくれというのが筋道であり、中途半端に東京で預かろう、あるいは森田健作のに騙して巨南町に持って行っちゃおう、そういったことを考えずに堂々と福島に持って行き、福島を再処分場にする。その上で30キロ圏内とは言わず、60キロ、100キロ、会津、足の巻温泉の旅館の経営者の皆さん、福島に最終処分場ができますから、もしくは福島の飯坂温泉の旅館の経営者の皆さん、もしくは福島の奥多摩温泉、福島に最終処分場ができますが、それでもあなた方は住みますか。それでもあなた方は商売をしますか。できないよ。そういった選択権を与えることが本来あるべき姿であり、その上で、いや俺は福島に残って桃を作る、米を作る、野菜を作る、旅館として商売をする、そういった経緯があった上での福島応援であり、今闇雲に30年後 OK だ、桃は OK だ、この筋道論から離れた経済産業省をはじめとする文部科学省、環境省、厚生労働省、そして前民主党内閣、そして現自民安倍内閣、この間違いを正すのはコピーライターであり著名人である糸井重里さん、あなたの役目だと私は思います。私は表現、哲さんがいつも言うように、表現の自由、思考の自由ありますから、あの写真に対し失礼な言葉を使ってしまいましたが、
私が言いたいことはそういうことなんです。あなたの存在はイスラエルでありアメリカであり、権力を持つ力のある人が知らず知らずに弱者を傷つけている、私の言葉も福島で頑張る方々を傷つけている言葉かもしれませんが、一方で声なき声の代わりだというふうに私自身は自負しております。声を出せないガザの子供たちと私を重ねるつもりは毛頭ありませんが、糸井重里さんの知名度と私の知名度に比べれば、イスラエルアメリカ連合軍とガザの子供たちの力と全く同じだと思います。糸井重里さん、あなたに説教するつもりもなく抗議するつもりもありません。あくまでも私の個人的な考え方を述べさせていただきました。あなたのその力と著名力、正しい方向に行くよう福島をお導きください。よろしくお願いします。ありがとうございました。